ジョアン・ペドロ・ダ・シルバ・ペレイラは、ポルトガル・リスボン出身のサッカー選手。スポルティング・クルーベでポルトガル所属。ポジションは右サイドバック。攻撃的なサイドバックにして、相手選手や、審判相手と、幾度となく口論する日のような気質で知られている。自国の強豪 SL ・ベンフィカと、スポルティング・ CP 等に在籍し、スーペルリーガの舞台で199試合9得点を、 記録2005年にはリーグ優勝を経験している。ポルトガル代表としては UEFA ユーロ2012のメンバーに選出された。ベンフィカ・リスボンに生まれたペレーラは地元の SL、ベンフィカのユースを経て2003年8月17日のボアビスタ FC 戦でリーグ初出場を飾り、以降主にミッドフィルダーとして起用され25試合に出場した。 2004から05シーズンも定期的に先発起用されリーグ優勝を経験するも、よく2005から06シーズンにロナルド・クーマン監督が就任すると、構想外となりたびたび控えに回され、最終的に B チームにまで落とされた。ジルビセンテ FC への期限付き移籍を経て、2006年夏に同クラブへ売却された。ブラが2007年8月3日、 ベンフィカへ去ったルイス・フィリペの後釜として SC ブラガと契約し完全に右サイドバックへとポジションを再変更した。加入してすぐさま中心選手としてプレーし2009年2月22日のアソシアサンナバルプリメーロでマヨデイ籍後初得点を挙げた。また最初の2シーズンでイエローカード18枚、レッドカード1枚を提示された。 スポルティング2009年12月22日に積金300万ユーロで、スポルティング CP と契約を締結。この時点で、ブラガとベンフィカが並び一時期リーグを牽引し、スポルティングに勝ち点差12をつけていたが、最終的に20以上も離され4位でシーズンを終えた。2010から11シーズンは、中心選手としてミッドフィルダー及びディフェンダーで、起用され3位で終えた。 また、2011年4月30日のポルティモネンセ、SC 戦で得点を挙げるも、審判をひどく侮辱したとして、同僚のアンドレ・サントスに続き、後半途中に退場処分となっている。バレンシア2012年5月24日に、遺跡金360万ユーロで、リーガエスパニョーラのバレンシア CF と3プラス1年の契約を締結。 8月19日のレアルマドリード戦で公式戦初出場を飾る。ハノーファー2015年1月29日、バレンシアとの契約を解除し、ブンデスリーガのハノーファー96に加入した。パウロベント新監督のもとで2010年10月にポルトガル代表に初招集され、UEFA ユーロ2 0 1 2予選のデンマーク代表戦で初出場を飾り、 次のアイスランド戦にも出場。両試合とも3から1で勝利した。ポルトガル S ワールドカップスクワッド、フーウルメイクザプレーンツーサウスアフリカ、アーカイブド2010年8月9日、アットザウェイバックマシン、ダブルサイニングストレングスンズブラガスポルティングが、ペレーラを獲得、ナインマン。スポーティング。 ホールドオンフォースリーポインツアーカイブド2011年5月22日、アットザウェイバックマシン、バレンシアが、ジョアン・ペレーラを獲得、リーガ王者マドリー、開幕戦でつまずくハノーファー、J ペレーラ獲得を発表、坂井博と定位置争いか、ありがとうございます。